これでは宇宙とはとても呼べないな。いびつで醜い。やはり本来途方もない時間がかかる宇宙誕生を2話のゴッドバードと暗黒魔界の力とやらで無理やりねじ曲げたせいか。しかしこの結果も面白いではないか。フィアー！すごいね、君。実験は終わっていない。僕の理想の宇宙はこれからだ。させるか！行かせないよ。君だって見たいだろう。
僕の宇宙を。やつはお前たちの理想の王とはならんようだな。黙れ。ほう、魔人と化して俺と戦うと。本気を出すまでもないけど。それはどうかしら。ドミグラ様の手を煩わせるほどではありませんわ。ロベン、トアは任せた。今だ！タイムラビリンス！どうやらうまくいったな。あんなもので、いつまでもフューを拘束できるとでも思って？どうだろうな。大きな力の帯同、感じますか？宇宙人より生まれし者のよう。まさしくいびつ。宇宙の摂理を無視しています。ビルス様もそう感じておられるのでは。時に孫悟空とベジータを。あの二人なら、うん。きっと大丈夫でしょう。ほら、一体どうしちまったんだ。大体ここはカプセルコーポレーション。ここ西の都か。新章開幕。目を覚ました悟空のもとに現れたのは地獄から蘇ったハーツ。敵か味方か、国威の戦士、その正体とは。さまざまな思惑が交差し、物語の歯車が動き出す。
今悟空さんがいるのは紛れもなくヒューが作った宇宙です。なんだって。ただし元の宇宙を不完全にコピーしただけの偽物です。生物の反応も全くありません。偽物だって。悟空さん、本物の第七宇宙で今崩れたのと同じ建物が突然崩れたんです。これは二つの宇宙がつながっているのか。一体どうなってるかわかんねえけど、とにかくこっから脱出する。ここにもじれったいですね。ここで止めてください。ですね、私も同じです。久しぶりだな。君の限界はそんなものだったのかな。おめえハーツ生きてたんか。魔人を名乗る男に地獄から引っ張り出されてね。孫悟空、俺と手を組め。何言ってんだ。そう思うのも仕方ない。俺は矛盾してるからな。一体何が目的だ。フィーという知れ者を倒す。宇宙児を勝手に使った罪は重い。奴を倒すには君の力が必要だ。よし、わかった。その代わりまた悪さしたらぶっ飛ばすぞ。貴様、カンバーの仲間。カンバーが何か失礼を働いたかな。ふざけるな。何をしようとしているのか分かりましたよ。無駄なことです。
こっから脱出するんが先だ。戦うがいい。お前たちの戦いが。